昨日はですね、このアルバニア夜泊まりました。そのままドブロブニクの方に帰ろうと思ったんですけども、車で 5,6 時間かかるのでちょっと休んで、せっかくやったらお隣のマケドニアに行こうじゃないかということで泊まりました。今日も国境越え、めちゃめちゃ寒いので車見てください。フロントガラスとか凍っちゃってます。気をつけて行ってみたいと思います。ケチャップ59カ国目北マケドニアにレッツゴー。ここがアルバニアの首都ティラナになるんですけれども、すごい今通勤の時間なんでしょうかね、もう運転がもうむちゃくちゃです。事故が頻発してますね。まあ、でも今からどんどん開発されていくような、そんな雰囲気は感じます。本当この国見て、この運転の、この国で運転するのマジ大変。満タンにしときました。これ信号ないねん、あんのないやんな、暗黙の了解で。これしかもまだポリスおったし、怖い怖い。もうさあ、これは東京に来たんではないでしょうか。おっ、じゃあはい OK。 もうなんか慣れてきた、この国境越え。 Thank you バイバイ。さあ、今アルバニア出国して北マケドニアの税関向かいます。近づいてきたんではないでしょうか。なんとなくこの集落で乗り合いタクシーの人たちの姿が見えるようになってきますので、国境が近づいて怖っ。もう普通に抜かれていきますから、しかも対向が抜いてたらもう前から車来ますから、こうやって抜いていきますから、ほら怖っ。タフです。さあ、これは国境に来たんではないでしょうか。おっ、来た。山の中に急に現れるな。はい、グリーンカー？No, only we have that one。え、いるの？そんな。Just 3 hour stay. オフリド。Japan. Yeah. ありがとう。Thank you. マケドニア。いや、2019年から北マケドニアという名前に変更になったそうですけれども、無事に入国完了しました。すげえなぁ。バルカン半島を制覇してるなぁ、これ。今から、ちょっとこの、北マケドニアはショートステイになってしまうんですけれども、オフリドというですね、世界遺産の街があるそうなので、そちらに行ってみたいと思います。レッツゴー。これなんかこの景色さ、イタリアのフィレンツェみたいじゃない？ほら、屋根がオレンジの屋根が揃ってんの。でも違うって思うかもしれんけど、絶対俺さ、アドリア海の反対側もイタリアやんか。イタリアの影響力受けてると思うで、絶対、多分、絶対多分受けてると思うわ。多分絶対受けてる。わあ、綺麗な街やで。ここはもう街が世界遺産に指定されてるから、フリドは。行こう、買って帰ろう。バルデン、これマケドニアの旗。これめっちゃ良くない？かっこいいよな。このね、国旗のね、由来はね、1992年の独立の時に古代マケドニア王国のベルギナの太陽をデザインした国旗を採用したけれども、ギリシャ政府の抗議によって現在のものに変更された。マケドニアっていうとこうギリシャがなんかこうイメージされるから、あれどっちがマケドニアやねんってならないように、2019年2月去年から北マケドニアという名前に名前が変わったそうですよ。これ買ってどう？
ステンドグラスでできたマケドニア、よくない？800円、800円、ええやろ。あとこのマグカップが2つ買いました。250円、ええやろ。よっしゃー、そう、マケドニア。 Thank you very much. Thank you very much. Bye bye. Bye bye. いい笑顔だね、国旗のような表情ね。それではこのオフリド旧市街、この町が世界遺産になってます。このサミュエル要塞、ブルガリア帝国の皇帝でオフリドを首都に定めたサミュエルによって建てられたということです。すごい眺めがいいらしいんで行ってみましょう。ええやんか、綺麗けどちょっと怖いな、下見たら。怖ない？彼らはモンテネグロから来てる。あーすごい綺麗なこれ、いてぇ、やばない？すごいわね、すごいね。 Oh! Why you can speak Japanese? 私は半分じゃない。 Wow! えぇ、スロバキア。セリリビナスロバキア。Yeah, I was not sure. Yeah, your girlfriend is beautiful. Said you travel. You live in Slovakia. Yeah, Slovakia, so it's close. Close? Yeah. How long does it take? Like 1 hour, by plane. I traveled over 50, mostly 60 countries. I traveled, but I've never been to Slovakia. Okay, next chance I will stay house in Slovakia. Yeah. Write me. You have Facebook? Yeah, I have. Write me when you want to. Really? Yeah. So tell me your. Oh, okay. Tell me your email. Yeah, it's okay. Yeah. Right. すごい出会いがありましたね。My name is Ketchup. Ketchup? Yeah, really? It's really good. Good. Yeah. Okay. Have a nice day. Yeah, you too. Bye. Bye. よし、今度スロバキア行こう。俺行ったことなかったから。あー、ドラゴンボール、ドラゴンボール is a famous in your country? Yes. 悟空、わーお、すごいね。武天老師、孫悟空。お、武藤、武天老師、we say 武天老師。武藤老師、yes. なんやなんや、すごいな。He is teacher 悟空。あ、悟空の先生や。亀仙人、大目、すごいなぁ。Bye, my friend. Like my friend. ドビジェニア。ドビジェニア。Rich city in Japan. Tokyo. Tokyo. You know? Capital city. Tokyo. Thank you. ありがとう。Yeah, bye bye.ほんまにね、これ言えるのはクロアチア、モンテネグロ、アルバニア、この北マケドニア、この4つの国に旅してますけど、ほんまにみんなフレンドリーやし、めちゃくちゃ親切やね。もう人で好きになる、この国は。なんとも言えない、この教会の質感見て、ケーキで作ったみたいな。なんかこの教会可愛くて好き。バルカン半島の国々が好きになります。ただ一つ憂鬱なこと言っていいですか。今からドゥブロブニクに帰らなかんねんけど、多分7時間か8時間かかる。早く帰ろう。ありがとう、北マケドニア。また来るよ。